海外公演行きたいとか、海外の方の反応を見てみたいとも思いますし、なんか能を広めたいっていう、その漠然、すごい漠然としてはいると思うんですけど、そのちっちゃい頃3歳から舞台立ってて、その姉がやった、その芸大を目指したっていうのが結構僕の中では大きい衝撃というか、反応という形で社協の王子氏を姉と二人で回させていただくんですけど、すごい大事な、大事なというか大きな節目になる曲だと思います。して方関西流能楽師の迷惑行きながと申します。今20歳で東京芸術大学の音楽学部の法学科の、能楽専攻という、その3年生として在学しております。テストは学科 の、 その座学のテストもあるんですけど、実技試験というか、 それこそ姉妹を舞ったり歌いを歌ったりっていうのが試験であって、それが単位になるというか、またなんか芸大独特のというかそういう試験もありますね。大学はそうですね、今割とそのコロナで授業が少なくなったり、なんか多専攻の人との交流が結構少ないんですけど、その今その能楽専攻の稽古を一生懸命受けて頑張ってますほぼ平日は毎日学校に行ってますね。朝だいたい7時ぐらいには起きて学校行ってっていう生活をしてますね。学校ではその、して方なので、姉妹と歌いと、あと地拍子という稽古もあって、あとその他にそのお囃子、四拍子、笛、太鼓、鼓、小鼓を勉強してます。そうですね、もともと姉が4つ上で、もともと芸大に進学してたんですけど、もともと僕も姉も学習院で、高校、大学まで学習院はあるので、そのまま進学するかはすごい迷ったんですけど、そのちっちゃい頃3歳から舞台立ってて、その姉がやったその芸大を目指したっていうのが結構僕の中では大きい衝撃というか、難しいですね。なんか先生、その自分祖父が先生なんですけど、その先生とも父親ともまた違うし、でも4つ上って意外と大きいんですよね。意外その今の若いうちはっていうだけかもしれないですけど、その大学僕が入った頃には出てたので、なんかその分その知識の差というか、そういうのもありますし、でも頼りになる存在だと思います。余裕ある人になりたいですね将来そうですね、なんか自分でその海外公演行きたいとか、その卓球技能とか開きたいとか、そういうのももちろんあるんですけど、
なんかそれがすぐに叶う時代でもないですし、なんか結構の今コロナで公演もちゃんとできないし、多分どこの業界の方も大変だとは思うんですけど、なんか海外の方の反応を見てみたいと思いますし、なんか能を広めたいっていう、その漠然、すごい漠然としてはいると思うんですけど、広めたいというか、まあ、まず日本の方でも認知している人今現状で少ないわけで、なんか日本人、なんかその海外公演のその話とか聞いてると、なんかすごい興味持ってくださる方が多いから、でもなんか日本でもちゃんとその広めたいしっていう、なんかまず日本って言ったらあれですけど、なんかそういう、でも海外公演は行きたいですね、本当に。反応という形で社協の大地氏を姉と二人で回させていただくんですけど、すごい激しいというか、その歌舞伎の連獅子の元になっている曲でもあるんですけど、そのやっぱ社協はその若手の登竜門の曲というかあって、社協と乱れと道成寺、この3曲をやったら、まあ、一人前というか、そう、なんか周りからその認めてもらえるじゃないですけど、その中の曲の一つなので、すごい大事なというか大きな節目になる曲だと思います。6月17日に、銀座シックスの関西能楽堂にて、社協を務めさせていただきます。私たち精一杯務めさせていただきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。